実はこんなものも買ってました。今まで使えてなかった秘蔵アイテム、実際のキャンプで使ってみたいと思います。どうも、やみつき松本です。ということで、2024年も早くも半年が過ぎました。上半期もたくさんのものを購入してきたんですけども、実際まだキャンプ場で使用できていないというグッズがたくさんありましたので、今回はそれらの秘蔵キャンプギアを一挙公開という形で、実際にキャンプ場で試しながらキャンプを楽しんでいきたいと思います。いろいろなアイテムあるんですけども、過去動画で紹介したものもありますし、今回初登場となるアイテムもありますので、ぜひ動画最後までご覧いただければと思います。ということで、早速ですけども、キャンプ道具を紹介しながらですね、実際にキャンプを楽しんでいきたいと思います。まずですね、一番初めにご紹介したいアイテムはドン、こちらになります。ちょっと今更かよと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど、 DD タープ YouTuber のよすけのアウトドアニュースさんにちょっとね譲っていただいたアイテムなんですけども、タープ泊に関しては過去の動画でもですね、ちょっと気になっているよという話をして、いろいろな方にどんなタープおすすめですかっていう話をお聞きしたんですけど、なんだかんだ言って DD がいいんじゃないみたいな話をね結構いただいておりましたので、 DD タープで大きさはですね、スクエアの 3.5×3.5 のものをゲットしております。これもね、ゲットしていたんですけど、なかなか使う機会がなかったということで、今回はねこのタープをね、広げていってキャンプを楽しんでいくという形でいきたいと思います。やっぱなんだかんだ言って、こう屋根とかね宿となるものがこれだけの大きさで持ち運べるっていうのはいいですよね。 DD タープなのでハトメがねたくさんついていて、いろいろなアレンジが楽しめるという点でもね、まあ本当に文句のない一生の相棒となるタープであることは間違いないかなと思いますが、ちょっとこれを広げてですね、今回はもう一つの憧れ、ダイヤモンド張りでね、ちょっとキャンプを楽しんでいきたいと思います。ちょっと貼ってみます。ガバッと広げた感じがこんな感じです。 3.5 って結構でかいですね。まあいろいろなアレンジを考えると 4m×4m ぐらいがいいのかなとも思ったりしたんですが、やっぱりねその分大きくなってしまうと、まあ、設営撤収のことを考えて、まあ 3.5 ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと、根拠のない自信からですねこちらをチョイスしておりますけども、思ったより相当でかいですね。でここからこちらをねポールで跳ね上げてダイヤモンド張りにしていきたいと思います。はい、初めてのダイヤモンド張りやってみました。で私ちょっとね致命的な忘れ物をしてましてですね、ガイロープを忘れてしまっておりましたので、車にたまたま積んであったテントのガイロープを使っているので、かなり短いガイロープしか用意できなかったんですよね。なんでこのユージャックのカーボンの伸縮式のポールもうちょっと伸びるので、本当はもうちょっとダイナミックな感じになるのかなと思いますが、まあ後ろの部分をね木に固定して室内空間を拡張しております。初めてのダイヤモンド張り、中入るとこんな感じで結構広いんですね。なんかダイヤモンド張りってちょっと屋根が被ってるだけな印象があったので、逆に言うと雨とかの時大丈夫かなと思ってたんですが、このくらいの室内空間あればバリバリ大丈夫そうですね。今日はここをキャンプ地として新しいギアの使い勝手を見ていきたいと思います。ちょっとなんか形がいびつな感じもしますが、とりあえず今日はねまったりするのが目的ですので、これでいいかなということで、ちょっとねまったりスポットを徐々に組み立てていきたいと思うんですけども、こちらもね購入して実は使えてなかったという商品が一品ありますのでご紹介したいと思います。2品目にご紹介したい商品はこちらです。これ多分動画では全く露出してないかなと思いますけども、実は買ってました。ニーモのチッパーという商品です。まあなんとなくこのね形状を見ればその使用用途はわかるかなと思いますが、まあよくあるねクッション性のある素材になっております。でちょっとねカラフルな感じが個人的にすごくねビビビッときまして、あのうちではね普通にクッションとして使ったりしていたんですが、今回外では初めて使うというような商品になります。このチッパーがどういう商品かというと、まあ用途としてはねクッションということで今お伝えしたので、なんとなくね皆さんもイメージは湧くかなと思いますが、クローズドセルのフォームパッドを製造する際に、まあこういうクッションを製造する際に出る端材を再利用して作られているということで、環境にもね優しいというような謳い文句ではあるんですが、まあ個人的にねそういうところはちょっと抜きにして、このねちょっとサイケデリックな柄がいいかなと思って購入しております。端材を使っているということなんでちょっとね硬い感じもしたりしますが、クッションとしては申し分ないかなと思います。あとは端っこのところに穴が開いていて、こういうねボタンがついているので、どっかにね止めたりして持ち運ぶこともできるというような商品になります。実際にこれ使ってねちょっと座ってみますね。
まあ、こんな感じでただ引いて、よいしょ。あ、でもだいぶ違う、柔らかいですね。かなりあるのとないのとは、まあ、間違いなく違うかなと思います。特にね、今日は雨の後のキャンプ場ということもありますので、ちょっとね、舌が濡れていたりして、さすがに地べた派の人でもね、何か敷くとは思うんですが、こういったね、クッションとかがあるとね、だいぶ違うかなと思います。はい、ということで2品目にご紹介しているこのね、秘蔵キャンプギア2品目なんですけども、リーモのチッパーというクッションになっております。まあ、今日これを使ってね、キャンプを楽しんでいくということになります。結構ダイヤモンド割り前に突き出してる感じなんですね。私の張り方がたまたまそうだったのかもしれないですけど、これは個人的にはちょっといい意味で予想外でした。なので雨降っても全然大丈夫ですね。うわ、なんか洞窟感あっていいですね。 3.5 ぐらいの大きさで正解かなと個人的には思ってます。はい、続いてご紹介したいアイテムですね。これはね、ちょっと過去動画でもご紹介しているので、詳細はそちらで見ていただきたいかなと思うんですけども、こちらですね。道具製造所さんの風の谷の焚き火台の UL という商品になります。こちらの商品はかなり、まあ、軽くて、コンパクトに持ち運べるということで、私はね、別途このテントの素材でできたポーチを購入しておりますけども、軽量派の方にも使いやすそうな焚き火台ということで、このね、形状にビビビッとして購入してしまいました。過去動画でね、私この底のね、板の方を前後逆につけていたところね、一応動画素材を差し込んで訂正はしているんですけども、改めてね、ご紹介したいと思うんですけども、こんな感じで下に置いて、ここをね、ガバッと広げることができるような焚き火台になっております。はい、全開に広げるとこんな感じになっておりまして、この上の部分にね、ここが五徳が2つついているような形になりますので、大きめのクッカー1つ置いてもいいですし、さらに言うと、まあ、小さめのクッカーでしたらね、2箇所で調理が楽しめるというような、コンパクトながらも調理面積の広さがすごく魅力的な一品かなと思って購入しております。さらに言うと、ここね、閉じるとこんな感じで、私が持ってるね、ピコグリルの85と同じような筒状の形になりますので、まあ、風をね、遮ってくれるというところと、あとはね、アルコールストーブでの運用などもできるような、意外と使用用途がね、かなり広く使えるような商品になっております。こちらね、風防がついておりますので、風の心配も比較的いらないかなというところと、さらに言うと反射熱もね、多少あるのかなというところで、小さいながらもかなり使い勝手良さそうかなと思って購入しております。で、今回はこれちょっと実際使ってる様子見たいですよということで、いくつかね、コメントをいただいておりましたので、実際にね、皆様と一緒に見ていきたいと思います。で、この焚き火台、通常の薪はもちろん入りません。幅はね、かなり狭いので、薪の運用というよりは、どちらかというと、まあ、小枝とかを拾ってね、ネイチャーストーブとして使うような使い方が、まあ、メインになるのかなとも思いますが、試しにですね、こちら買ってきてみました。コメントでもね、ちょっといただいてたんですけど、よいしょ、コメリの細割り薪の 23cm、 こちら、まあ、薪ストーブとかでもね、結構私重宝している商品で、まあ、要は小さくなっている薪なんですよね。これを使うことによってどうだ、あ、なるほどね、まあ、いけないこともないぐらいな感じですかね。ちょっとそれでも大きいですが、焚き火を楽しむ分にはいいのかなというような感じはしてますね。できれば20センチぐらいの薪ならそのまま入るかなといった印象でございます。まあ、今回はこれを使ってね、前の方にちょっと突き出すような形で実際に焚き火を楽しんでみたいと思います。焚き火に関しては、このね、変形型の焚き火の心配事の一つとして、やっぱり熱が加わると歪んでしまうんじゃないかとかね、そういう心配があると思いますので、そういったところの実証も兼ねてね、ちょっと今回は実際に熱を入れてみたいと思います。まあ、せっかくね、キャンプ場来てるんで、まったりね、やりましょう。はい、こんな感じで、本当はもうちょっと細い薪とかがいいのかなと思いますが、まあ、ちょっとずつね、先っぽの方を燃焼させて、トングでね、押し込みながら使っていきましょう。ちょっとファイヤーライター一発でつくかな。これコメリの店頭の外に売ってたやつなんで、もしかしたらちょっと湿ってるかもしれないですね。ファイル、よし、こんな感じで焚き火楽しんでいきたいと思います。あー、でもたまにやる焚き火はめっちゃいいですね。あー、すごく癒されますね。この焚き火で結構燃焼効率良さそうな気がしますね。かなり熱が下から上に抜けるような構造になっているので、さっきね、本当にファイヤーライター一発だったんですけど、もう火が回ってね、だいぶ火が焚き火らしくなってきています。めっちゃよく燃えますね、この焚き火台。 あとはね、片付けの時に歪みが出ないのかとかね、楽しみ。ということで、さてですね、ここから次の商品のご紹介に移るんですけど
ども、実はですね、この商品もご提供いただいていたんですけど、なかなかですね、レビューできずにいた商品でございまして、今回ちょっと面白いなと思ってね、レビューしてみたいなと思った商品なんですけども、まあ、今回の商品の肝はですね、こちらなんですよね。これ、パッと見なんだかわかんないと思うんですけど、ここにね、充電口がついてますので、例えば、まあ、スマホをね、ここに挿すだけで充電ができるというような商品なんで、モバイルバッテリーね、皆さん、たくさんね、持ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、今回のこのバッテリー、モバイルバッテリーにしたらごつくないかと思う方いらっしゃると思います。今回の商品はですね、このバッテリーが肝になっている商品なんですけども、ライテリーというね、ブランドから出されているバッテリーになります。ただね、モバイルバッテリーのメーカーというわけではなくてですね、実は、イメージとしてマキタのバッテリーを想像していただければいいかなと思うんですけども、このバッテリーをまあ、モバイルバッテリーとして単体でももちろん使えるんですが、これを使うことによって、まあ、キャンプにも役立つ、いろいろなグッズが動くというようなちょっと変わった商品になります。実際にどんなものが動くのか見ていきたいと思います。例えばですけど、こういった、これなんだかパッと見わかんないと思うんですけど、ポータブル電源と言われるようなものなんですが、ライテリーのものなんですけども、ここにね、穴が2つ開いているので、例えばここによいしょと、これを入れることによって、この電力を使って、こういったモバイルバッテリーも動かすことができるようになるというような使い方もできます。これに関してはね、私だともうちょっと大きいタイプのモバイルバッテリーを使うことが多いんですが、こういったちっちゃいタイプもね、バーベキューとかの時には使いやすいのかなと思いますし、まあ別途ね、こういったものがいくつかあれば、充電の手間とかもね、だいぶ省けるのかなといった印象ですね。で、さらに、このバッテリーをですね、ここに今差し込んであるんですけども、なんと、このキャリーワゴンと呼ばれるね、荷物を運ぶためのものですけども、このバッテリーを使うことによっていきますよ、ここのハンドルを握るだけです。ちょっと倒して握るだけ、わお、なんと電動で荷物を運んでくれるようなワゴンにも使えるという形になります。結構ね、このワゴン自体もタイヤとかはね、しっかりしている作りになっておりますので、耐荷重とかのスペックはね、一緒に載せておきますけども、それ単体でもね、しっかりしているのかなという印象を受けますが、さらにね、バッテリーを駆使することで重い荷物もね、楽々運べるような電動キャリーワゴンとしても使えるというような商品になります。もちろんね、これね、畳んでね、コンパクトに持ち運ぶこともできますので、まあいろんな使い方ができるのかなとは思います。まあ、電源入れなくてもね、こんな感じでワゴンとしては普通に使えますね。今回はね、燃焼テストも兼ねておりますので、結構ガンガンに焚き火焚いております。今ね、焚き火の前にいるわけですが、横のね、側面の壁が風防となっているので、風の影響は比較的受けていないような印象を受けますね。風によるね、火の揺らぎとかもあんま見受けられないですよね、見てる感じで。さらに言うと、このね、奥の面にもね、壁がありますので、熱をね、結構反射してくれてる印象があります。なので、今ね、さすがに夏なんでね、暑いので、正直暑いですけど、冬とかにもね、結構 UL 系の焚き火台としては、熱反射の意味でも優秀なのかなといった印象を受けます。で、ちょっと今ね、テストでやってますので、ごとく部分にも火が当たるようにですね、ガンガンに焚いておりますけども、これがね、収納の時にどれぐらい歪みが出るのかとかもね、動画の最後でお伝えできればなと思います。バッテリーを使った極めつけはこちらです。こちらが新商品のようなんですけども、このライテリーって書いてある、一見近未来的な、なんだかわかんないような風貌をしておりますけども、実はこれですね、ポータブル冷蔵庫になります。冷蔵庫にしては結構ね、冷蔵庫ってもうちょっとプラスチックみたいな素材のものが多い中ですね、ちょっとファブリック調というかの見た目をしております。ただ触った感じは、あの防水生地によく見られるような触り心地になっていますね。で、ここを開けて、中を見ると、よいしょ。こんな感じで、今ね、ちょっと物いっぱい入ってますけども、ちょっと結構前から冷やしてあります。室内こんな感じで、ちょっとね、くぼんでる部分があるので、2リットルのペットボトルとかもね、余裕で入ります。温度設定とかはね、ここでできるようになってます。今開けちゃったんで、ちょっと中の温度上がっちゃいましたが、ここのね、横のポケット部分にですね、バッテリーを差し込む場所があるので、ここにこれを、よいしょ。差し込んでいくと、そうするとこの部分で調節ができるようになるので、まあ、ちょっと緊急で冷やしたいので、今ちょっと上げちゃったんでね、マイナス3度くらいに設定しておきますか。マイナス3度くらいに
設定しておけます。ちなみに設定自体はマイナス20度までいけるということで、設定とかに関してはよくある車載冷蔵庫とかと同じ感じかなと思いますが、特にね、まあ、バッテリーが共通で使い回せるという点と、ちょっとこの見た目的にも変わってるという点がですね、この冷蔵庫のね大きな特徴かなと思うんですが、この冷蔵庫の最大の特徴がですね、見てください、なんと背負えるんですよね。バックパックとして冷蔵庫を持ち歩けるという、今までにありそうでなかった商品なんじゃないかなと思います。まあでもね、正直徒歩キャンプにおいてこれでね背中を取られてしまうっていうのはキャンプ道具持っていけなくなってしまうので、あんまり現実的ではないかなと思うんですが、しかもね結構重さも当然ありますので、ただですね、例えばバイクとか、まあ、自転車でキャンプに行く時に自転車のサイドの部分にこれを下げたりしてですね、行くことによってかなりねキンキンに冷えた飲み物とかをいただけるというのはすごくこれからのね暑い時期とか特におすすめなんじゃないかなと思います。で、2リットルのペットボトルが縦に入る部分は個人的にもすごくメリット大きいなと思っていて、今ね車載冷蔵庫を使っているんですけども、ちょっと容量が小さめのものを使っているので、どうしてもね入れられるものが限られてしまって、大体ビールを冷やすのに使われてしまうというね、ノンアルコーラーとしてはちょっと切ない事実もあったんですが、これであればねもうちょっと容量大きめですので、いろんなものを入れてね食材とかも含めて楽しめるんじゃないかなと思いますし、さらに言うとね、バッテリーが別途ね何個かある状態であれば、さっきのワゴンですとかこの冷蔵庫、それからポータブル電源とか、そもそものモバイルバッテリーとしても使えるという点でですね、汎用性がかなり高いのかなと思いました。我が家でずっと寝ていた商品なんですけども、ようやくね日の目を浴びたということですが、ちょっと面白いには面白いですよね。ソロキャンプとかね徒歩キャンの人に特にお勧めすることはないですが、用途としてねこの使い方がビビビッとくる方で、特にねワゴンとかこの冷蔵庫も一緒に使いたいという方はね、こいつのバッテリーで稼働できますので、詳しくはね詳細概要欄の方で覗いてみていただいて、特にファミリーキャンプの方にはねお勧めできるかなと思いますので、チェックしてみてください。はい、今日はねこの背中に詰まった食べ物たちのカロリーをですね、この後一挙に味わっていきたいと思います。いや、なんか久々にキャンプしてるって感じしますね。焚き火やると一気に高まるものありますよね。しかもこのタープのダイヤモンド張りがね、その感情を加速させてくれているような気がします。はい、ということで続きましてね、実は使えてなかったアイテム5品目にご紹介したい商品はこちらになります。こちらですね。これは実はですね、先日出した動画の中でも露出しているんですが、アッキーさんに使っていただいた商品なんですけども、その他はですね、実はこれうちでねずっと使っていた商品で、私自身が屋外で使うのはね今回初めてになります。なんとこのコップ重さが 14g ということで、漆を使ったサスティナブルな紙コップ、その名もコムラという商品になります。これもね長野県のアウトドアショップで一目惚れして購入した商品なんですけども、紙とかね漆などの天然素材からできている紙コップなんですよね。特徴としては軽量コンパクトというところで、まあ大きさはねこれ以上折りたたみができるわけではないんですが、 14g ということでめちゃくちゃ軽いですね。これ紙コップということなんですけども、漆を塗ってあることによって繰り返し使えるというのも一つメリットかなと思います。なのでもちろん丸洗いしても大丈夫ということになっております。見た目がねちょっとこの魅力伝わりますかね、和風っぽくてすごく気に入って購入したんですけども、このね肌触りもねちょっと紙っぽい感じは健在で、なおかつ中の部分は結構防水性とかねちゃんとしてるなといった素材感がありますので、個人的にはすごくビビビッときて購入した商品になります。今回ねこれを実際に私としては初使用としまして、これからね料理を楽しんでいきたいと思います。ということで早速乾杯といきましょうか。よっ、乾杯はこれだな。うわ、でもさっきマイナスに入れたばっかですけども、中の温度は6度ということで結構冷えてますね。よいしょ。ということで皆様乾杯といきましょう。こちらのコップにね今回注ぐのはこちらです。レッドブルのサマーエディションということで、爽やかにねいきたいと思います。では皆さんいつもお疲れ様です。結構冷えてる。まあ当たり前か。いいですね。キンキンに冷えた炭酸飲料こそ夏の醍醐味ですよね。ということでいただきます。かまい。うん、コップ軽い。コップが軽いからね実質、まあ、カロリーも飛んじゃうんですよね。ああいいですね。最高ですね。
ということで、あとね2品購入したけど使ってなかったギアがありますので、そちらの方をねご紹介していきたいと思います。この辺はね結構もう旬を過ぎてしまった感じはあるんですが、一応ね使ってみないとわからないということで購入しております。ドン、こちら外の新商品ですね。 ST の 350TB という商品になります。私自身もね過去にご紹介した通り ST の310をメインのねシングルバーナーとして使っていたんですけども、最近はですねもうダフマルジュニア楽ちんだなということでそちらに切り替えております。今回ねこちらの商品も ST の310のガス漏れがねちょっとあるということで、パーツ交換すれば多分治るとは思うんですが、まあこちらの方がコンパクトというところと、あとはですね使ってる皆さんが結構いいよということでお声をいただくことが多かったので、私の方でも購入してみました。初回限定版のこのねちっちゃい CB 缶がついているセットのものですね。こちらも CB タフ缶ということで、通常の CB 缶よりも寒いところでも火力が落ちないという謳い文句で作られているものですね。で蓋がねこれすごく良くて、だいたいね CB 缶の蓋どっか行っちゃう問題があるんですけども、このね缶のね底のところに蓋をね固定しておけるということで、この蓋だけでもだいぶ発明かなと個人的に思っておりまして、これが一番この中で欲しかった説まであるんですが、今回ですねこちらを使ってお昼ご飯を楽しんでいこうかなと思います。今までの ST の310は足が4本あってカチャンカチャンと組み立てていくタイプのものでしたが、今回のものはこんな感じになっててめちゃくちゃ軽く感じますね。 ST310 を使っていた私からすると軽く感じますが、この足をカパッと開くだけということでこんな感じの商品になっております。ここの部分にこのガス缶をセットして、ちょっとなんか普通の CB 缶持ってこればよかったな、この缶使うのもったいない感じしちゃいますね。ここの切り欠きを合わせて押し込むと、でくるっと回して固定が完了というような商品になります。この缶自体の重さもあるので結構、まあ、ST310 の4本足と比べてもそんなに不安定さはないですね。 ST310 の時はオプション品だったここのカチッという点火のノブも標準装備されている感じで、すごくユーザーの声を取り入れた感覚はしますね。ここのガスを緩めてこんな感じでつけることによって火がつきますね。今ちょっと明るいんで火分かりづらいですが、めちゃくちゃついてますね。こんな感じの商品になります。はい、ということでこのバーナーを使ってですね、今日はやみつきクッキング行ってみたいと思います。キャンプにかこつけてお昼を食べに来てるだけですので、お昼もね簡単なものにしていきたいと思います。ということで今回このバーナーを使っていくんですけども、よいしょ、やみつきの中ではおなじみの天下一品のチタン丼ですね。チタンの丼のメリットとしてはですね、直接火にかけられるというところがありますが、やっぱコンパクトなのでね、まあ、しょうがないというか使い方だと思うんですけども、ちょっとね CB 缶までの距離が気になるところではありますが、ちょっと熱はね確認しながらやっていきたいと思います。で今回はこの丼で何をしていくかというと、こちらドン、セブンイレブンの冷凍の醤油ラーメン、これを温めていくだけということになりますが、まあアレンジはね当然していきますけども、ちょっとね気になった商品がありましたので、アレンジはねこの後ほどしていきますけども、このチタン丼のいいところが直火にかけられるんですけども、こういった冷凍のラーメンとか、あとチルドの麺とかをねキャンプ場でレンジでチンできない時とかに、よっ、おい、この丼があればただねもう丼に入れて加熱するだけという超簡単な工程で調理が楽しめるというのもね一つのいいところかなと思います。はい、これをねまず熱していくんですが、これちょっとなんかガリガリすぎないかなと思うんですけど、個人的にまあ今回ねこれがメインじゃなくて、実はメインはこちらになります。ドン、これ見たことありますか？これぞ豚ということで、悪口言われてんのかと思いましたけどね、私が。食べ応えのあるチャーシュー、ニンニク、醤油だれのうまさということで、チャーシューがねおそらく2枚入っているだけの商品なんですけども、これが食べたいがためにね今回はこのラーメンを買ってきております。今ねもうジュージュー言ってきましたけども、この上によっ、こんな感じで豚のチャーシューを落として、あとは熱するだけという簡単やみつきクッキングになります。よいしょ、あ、なるほどね、ちょっとせっかくなんでこのタレももったいないんでね、まんべんなくかけて、さあこれであとは溶けるのを待つのみとなります。しばしお待ちを。いや、タープ内にめちゃくちゃいい匂いが漂っております。そろそろいいんじゃないでしょうか。はい、こちらで完成になります。豚醤油ラーメン、
最近ね、なんかちょっと手の込んだハイカロリー飯ができてなくて申し訳ないんですけども、食欲が勝っているということで、体重はねブク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 と増加を続けておりますけども、今回もですね、ただこのチャーシューを食べたいがために冷凍ラーメンをねキャンプ場で熱して食べている状態でございますが、まあ麺も結構ねプリプリしてる感じですね。あ、ちなみに今手に持っているのは MBK さんというねブランドさんが出している例のね槍です。あの槍じゃないです、槍です、ただの槍というか串ですね。はい、こんな感じ。うわー、いい、めっちゃいい。よーっと、いただきます。味はまあ間違いないですね、うまいですけど、結構麺の存在感すごいですね、プリプリ。まあ夏のね暑い日にこういう熱いものを食べるって結構いいですね、おつですよね。でこちらはラーメンに付属していたチャーシューになります。いただきます。うん、まあうん、あでもうまいっちゃうまいですね、しっかりうまいです。なんか中華そばとかね、懐かしの感じがしますね。うん、うまいっすか。麺はこの手のラーメンにしては結構太めで、存在感も強めなプリプリ麺ですね。うん、さて問題のこの豚ですよ。この豚、存在感わかりますでしょうか。もう見た感じサバですよね、もう存在感ありすぎて。ちょっといただいてみたいと思います。いただきます。うわ強い、うわ何これ、めちゃ強いです。ニンニクガツンって感じですね。あでもこれうまいわ。これ別にラーメンとかにこだわらずに炭火で焼いて食べればめっちゃうまそうな気がしますね。これすごい存在感、うまい、間違いない。うん、そしてここで今回の秘蔵ギア7つ道具の最後のギアのご紹介になります。最後にご紹介するのはこちら。これね、過去動画で実は1000円以下ギアのおすすめ商品を教えてくださいという形でアンケートを取った動画があるんですけども、その中でもですねおすすめいただいてた商品で、エヴァニューのスプチュラという商品になります。スプーンとスパチュラ、スパチュラってヘラのことですね。なのでスプーンとしても使えるし、まあ、ヘラのようにねも使えるというような商品なんですけども、1000円以下で買えるというねお得な感じと、この木のね質感、さらにこのエヴァニューというね所有感合わさってですね、個人的にもめちゃくちゃ気になったんで買ってみました。このギア自体はまあよくあるものといえばよくあるものかもしれないんですけど、結構ね絵が長いんですよね。なのでまあ遠くからねこう汁を作ったりもできるという点はねいいのかなと思いますけども、持ち運びの面でちょっと収納するクッカーとかにね入れて持ち運びたい場合は収納サイズは選ぶのかなというところはあります。うん、うまい。でこの下のね部分をヘラのようにねこそぎ取ったりもできるということで、汎用性は高いのかなと思いますけども、はい、こんな感じで下のチャーシューも今作れましたね。うん、あーいい、うまい。でこのバーナーも初めて使いましたけど、まあ今ぐらいの使い方だったらね全然問題ないかなと思いますし、やっぱコンパクトなのは唯一無二ですよね。で個人的に心配してたのはちょっとねこの安定感だったんですけど、全然問題ないですということなので、今ね310使っている方でこちらの購入悩まれている方はですね、実際に310メインで使ってた私からしても、単純に310の使用感をそのままにコンパクトに持ち運べるというねものだと思いますので、ぜひねこちらの方はチェックしてもいいのかなと思いました。はい、ごちそうさまでした。ではちょっとガンガンにね火を焚いて焚き火を楽しんだこの焚き火台を撤収してみたいと思います。まあこの手のねステンレスの板でできたものに関しては歪みはある程度しょうがないかなとは思うんですが、結構ねこういう可変ギミックがついているので歪みがね致命傷になることもあるかなと思いますので、まずはね一回まあ普通以上にですね火を焚いたものを分解してみたいと思います。どうでしょうか。まあ、ちなみにこの底板はヘビータイプということで、ちょっと通常より厚いものを購入しておりますが、まあ、ちょっとはもちろんね歪むんですけど、そんなにまあ致命傷って感じじゃないですね。これをちょっと分解してみますが、まあね
熱したので、この曲がったまんまになっていたところが後にはなるかなと思いますが、こんな感じ。うん、まあ、逆にね、この曲がり跡がついていることによって組み立てやすくなっている説はありますが、今のところこのスリットの部分が歪んでしまったりしているということはないですし、底板の部分もまあヘビーのものを使っているということもあってなのか、横から見てもまあ多少歪んでますけど、そんなにね致命傷になるほど歪みがないということになっております。うん、なので結構思ったよりですね、折りたたみタイプのこういうコンパクトな焚き火台にしては全然ダメージなく使えてるかなと思います。で、汚れたまんまでもね、こうやってガバッて入れたかったんで、このねケース買っておりますけど、これもねなかなかいいですね。はいはい、ということで未使用ギア7000を、まあ、秘蔵ギアという形で皆様と一緒に実際にねキャンプで使った様子を交えてお届けしてみました。個人的にはですね、まあ前評判も良かったのでなんとなく指してはいましたが、このね外の新しいバーナーとかはどんな方が使っても使いやすい商品じゃないかなと思いますので、まあ、もし購入悩まれている方はですね、買ってみてもいいのかなと思わせてくれるような商品でしたね。焚き火台に関しても個人的にはすごく満足しております。やっぱね焚き火台の形状的に空気が上に上がっていくような仕組みになってますので、燃焼効率も非常に良かったです。燃え残りも少ないですし、火力も十分ということで、まあ、UL 系なんでね、夏にネイチャーストーブとして、まあ、小枝とかで焚き火を楽しむのが、まあ、一番使いやすい使い方なのかなとも思いますが、薪でもですね、コメリの細割り薪の 23cm でもちょっと大きいかなというサイズ感だったので、薪のサイズ的には 15cm とか 20cm ぐらいのものがベストかなと思いますので、基本的には薪はね割って使うのがおすすめかなと思いますので、このあたりも押さえておいていただければなと思います。それからスプチュラですね、これも初めて使いましたけども、ちょっと柄が長いので、柄が長いから使いやすいっていうところもありますし、柄が長いから収納はちょっと注意というところもあるんですけども、まあスプーンとしてもヘラとしても使えるという点では、まあ申し分なく使えるのかなと思います。それからこちらですね、漆と紙コップのやつは、これもね、まあ、軽いですので、キャンプにおいてはですね、注いだ飲料のカロリー、糖分、すべて軽量にしてくれるというような付加価値があると、個人的には信じておりますけども、軽量なのと、まあ、この質感、それから存在感というのはすごく気に入っているので、今後も使っていきたいかなと思うんですけども、やっぱりね、本質は紙なので、めちゃくちゃ加圧を、圧力をかけると、まあ、多分折れてしまったり曲がってしまったりということがあると思いますので、そういったところでちょっとスタッキング性能的には注意かなという部分はありましたね、正直。はい、あとのところに関してはタイテリさんのバッテリーを使ったね3種類のアイテムを今回ご紹介しておりますけども、今回のこの、まあ、冷蔵庫、まあ、性能的にはね昨今の車載冷蔵庫とかねポータブル冷蔵庫系はね申し分ないかなと思いますけども、なんといってもねちょっとこのファブリック生地、通常のねプラスチックむき出しみたいな生地ではないところを採用したというところと、あとね、まあ、リュックのように背負えるというところがねポイントなのかなとも思いますが、ソロキャンプとかバックパックだけで行くキャンプにこれを背負っていくかっていうと、おそらくそういう使い方は個人的には全然おすすめできないかなと思います。ただまあ自転車で行くとかいう時にどうしてもねキンキンに冷えたものが飲みたいとか、マイナス20度まで行けるのでアイスがね食べたいとかね、そういう方にはまあちょっと無理して持っていくと快適度は一気に上がるのかなというところは思いますので、まあ、詳細ね概要欄の方に載せておきますので、動画見終わった後チェックしてみていただければなと思います。 DD タープもね最高ですね。やっぱタープ泊今年はちょっともうちょっとやってみようかなと思います。特に夏はねこういう気軽にひょいひょいと晴れてひょいとキャンプに行けるっていうのはすごく大きなメリットだと思いますので、まあ、ハンモックに加えてですねこのタープ泊の方も徐々にやっていければなと思います。ということでいろいろねご紹介してきましたけども、今後も皆様のキャンプ道具選びの参考になるような動画を発信していこうと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ということで以上、やみつき松本でした。じゃあね。